皆さんこんにちは。こんにちは。刺身です。おちゃんです。マイゴルフです。ゲストの小川雅樹プロと、柴田雅也プロです。引き続きね、15番ホールからやっていきます。はい、あと4ホールです。4人で今54以下チャレンジをやってまして、はい、現在パーが2つ来てしまって来てしまって、何ぼや今14の12か12アンダー。はい、まあここからね、パー5あと2つ残ってるんで、やっとね、お待ちかねロングが、はい、でここからちょっと行きたいと思います。はい、皆さんぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。よし、では彼らね、はい、ロングないと生きないんでそうだね、意味がないんですよ。やっとです。やっとですね。いや、彼らなんで、まあ、今回来てもらってるかというと、はいはい、まあ、何回も説明してるんですけど、はい、まあ、前回ね、はい、大人気企画、はい、マイゴルフサバイバーで、準優勝の柴田プロと優勝の小川雅樹プロ、はい、なんで、優勝と準優勝と、はい、いうことでね、ちょっと2人に話を聞きながら、まあ、ラウンドさらっとね、54を下回ればいいかなって思ってたんですけど、さらっといけるかな思ってたんですけど、はい、なんかちょっとさらっとあんま言ってないですね。まあそんな簡単まあ簡単じゃないですね。やっぱいくらなんでも、まあ、ミンゴルではないんでね。うん、これどこ狙うんだ。これ左バンカー白の旗でいいか。白の旗、ああでいいと思う。本当に言ってる。あ、いい球。ええー、音。ナイス。マサヤ。マサヤ。バック飛び。旗あるやん。うん。今のボンちゃんの方、うん、あの方向。あれっす。あ、いい球。ええー、音。二人結構右でと思うで。はい。シャンク先頭じゃん。ちょっとするかもしれない。めちゃくちゃ怖いが。鉄塔の間かな。鉄塔と鉄塔の間ぐらいかな。ぐらいですね。うん、フォローもあるか。おお、ナイスショー。おはようございます。えぐいとこ打ってくんな。久々にまっすぐ板で白旗ぐらいかな。あのもさっとした木のちょっと右ぐらい来ましたね。右の鉄塔のちょっと左。フォローもあるか。おお、ナイスショー。うわ、あ、ちょっと逃げたか。でもこれいってそうやな。風に乗りそうな球筋で右の鉄塔方向行きました。ちょっと右いな音が。え、でも当たりそんな悪ないやんな。いや、あ、悪い。ちょっとあの振り遅れたんで、ああパワーは伝わってない感じするっす。なるほど。うわ、これ、ナイス。全然いいんちゃうさ。強くないな。え、もうギリギリフェース面やった。もうやばい。なんかめっちゃ先っぽ当たんな。この辺当たってんだもん。あ、これかな。ああ。でもなんかそんな悪い球に見えへんかったっすけど、球だけ見てた。うん、えぐかったけどな。右の鉄塔から左の鉄塔をフックしてた。うん、まあ練習ですね。うん、練習がちょっと足らんですね。最近めちゃくちゃ練習してんねんけど。ええ感じっす。え？スピン量。スピン量めっちゃいい。ね。小学校の時カサバランス大会1位やったんですよ。カサバランス大会とかなんかあったんですよ。え、俺もガンガンできるよこれ。ずーっとやってたもん小学校の時。掃除の時間ずっとこれしてる。小学校おもろかったな。掃除せ。この2人でかいから。ごっつ。ごっついな。ごっついてもマジで。ごめんごめん。ごめんだったやろ。どうですか。やっぱ優勝と準優勝めっちゃ仲悪くなりました。だいぶ悪いですね。お前のってでもあれグリーンとこで僕見てたんですよ最終、はい、みんなでまさきはここの傾斜使ってちょっと転がしてくるなって言って、うんうんうん、でまさやの場所からやったらアプローチこう段使いやすいなっていうのが見えてて、うん、絶対スピン系やなっていう話をしてたんですよ。へ
みんなでね、うん、じゃあほんまその通り来て、うん、でもあのマサいやあの見たかった見たかったけどあの先見たかったよな。そうピン当たってなかったらどこまでやってたかをめっちゃ見たかったけど結構スピン入ってたであれなあ、うん、でほんま多分ファーストバウンドポーンって来てちょっと奥行ってで戻って、で来てると思う。めっちゃ見たかったけど見たかったね。ほんまにあれでも完璧すぎたな。ピンのマシンでしたね。マシン食ってたな。あの時どうでした。嬉しかった。ま、いや、あ、僕？いや、あーとか思いながらも、まあまあ勝てるかもっていう。ちょっと楽になったな。まだ分からへんけど。そっからこいつは入れてきたりするんで、ね、そうやね、はい、それあるよな、マサヤは。マサヤちょっとな、なんかほんまに規格外なことしてくるから。めっちゃちゃうわ。ウェッジ。わからんで、ウェッジかもしれんね。250ウェッジ間違えてまた間違えるユーティリティとウェッジ間違えて間違えすぎや。あ、さすがにでもそうやな。いやでもまだ怖いよな、その敵やっても。そうっすね、まあ、何があるか分かんないんで。でもゴルフ的には完璧なゴルフされてるわけやん、言うたら。そうっすね、ちょっと調子も上がってきてましたしね、なんか、うん、2人とも上がってきてる感あったもんな。あのホールな、2人ともティーショットバチバチであの3段目のアプローチは集中しなあかんと思ってるっすけども、全く。ああもうそうや、心ここにあらず。ちょっとショッキングやもんなあれで、まだカラーとかで止まってくれとったらいいけど、はい、あんな帰ってくると思ってな。あ、全員ラフ。俺フェアウェイやったけど取った。もうまさやその辺やと思うんだよな。俺これはあれいいんじゃん。あれ思った方向打ったつもりやってんけど、これ意外とな、あんのよ、ここのあれ行こう、ここを取ります。はい、あれしかない。これ俺かな。これ俺。あ、違う、あっこにあるわ。どこまで行ってるの。あの、あ、むっちゃ行ってるやん。あ、またね、ここまで行ってる。ええちょっと待って。あれじゃないかもしれん。でもだってこれ線入ってるもん。これ俺や。あれほんまや、ふんちゃうわ。え、あれ俺絶対違う。マントビやん。あれはないよな、さすがに。たぶん僕これカトミチちゃん。あ、で僕ここにあります。びっくりした。危な、危な、拾いやがる。あれでよかったっすよ。でもあれ俺か、ほんま。あれで行きましょう。俺シンクったけど。これや言うてあれ行きましょうよ。あ、そうやな、そうしようか。イーグル絶望や、これこれしんどいな。イーグルだろ。でもな、あのあっち俺フェアウェイやったけど、俺のフェアウェイから300ぐらいあったの多分。何ヤードぐらいですか。262。あ、脱いだ。でもここやん、プロの店、プロの技ってここやん。この左来るところでいかにこうプッシュ蹴るっていうかやな。じゃあカート押してもらっていいですか。はい、すいません。すいません。すいません。おっ、おぉ、220キャリーで転がれ。あそこが、あそこくぼみなってるんよ。さっき打とうかな。さっき打とう。どこ行った。こうやった、この辺か。これくぼみ。ああ、まあまあでもあそこあったらみんな。そうやな、思い切ったん。いやこれはドロー無理よな。え、止まらんしな。いやドロー打ったらもう引っ掛けるやんな。カットでしかないっすね。カット系の軌道で打ってちょっとドローするん、はい、そうそう、もうそれしかないし、多分上がらんしな。うぐ、この人。この人何したん。飛べ、ゴ。ちょっと弱いかな。弱いな。ナイスナイス。何ヤードやったっけ。260。生スプーン。スプーンです。このライからようカット打てたんや。そうやね、めっちゃ開いた。開いた、はい、開いて。でもいける。ユニで奥行ってもいいよ。はい、奥行きます。うん、この人ら。わ、これはやった。この人らすごいわ、マジで。短いかな。ナイス、出ます。バイス行ってるんちゃう。まるでゴルフが中国雑技団を見てるみたいなゴルフするな。ちょっと分かりにくい。例えむずい。人間がすることじゃないっていう感じで、はい、感じですね。これもらうわ、このティ。ティあげようか。もう大丈夫、大丈夫、大丈夫。うわ、これ届かんな、ちょっと。ハイドローでいこうか。お
ドローして。うまい。これ距離いってるで。ナイス。弱いかな。誰か乗ってて。誰か乗っててくれ。二人乗ってそうやけどな、距離的には。チャーハン、チャーハン。チャーハン、チャーハン。チャーハンの匂いするわ。チャーハンの匂いしてきた。北京ダックの匂いしてきた。一気に中華食べたかった。食べたかった。帰り途中やろ。帰り王将やな。王将行かな。王将行かなあかんな。王将今めちゃめちゃ人多いらしいな。そうなんですか。めちゃめちゃ今人気らしいで。なんで今人気なの。なんなんやろな。価格安いから。かな。やっぱでも周りのさ、なんかチェーン店がさ結構値上げしてるからじゃん。やし、なんかでも、うん、王将の安心感って半端ないな。あるあんま外れないっすね。味の安心感すごい。王将行こうかって言ってもみんな弱っだいたいえーとか言う人おらんわ。王将って言われただけでよし行こうかってめちゃくちゃグリーンの手前の傾斜一個手前の傾斜、ね、あれえぐいよ。いやみんなあそこにおるんじゃん。みんなあそこか。みんなあそこやったらマジでピートダイの思うツボやな。捕まってたしな。あ、3つあるわ。ほんまに。あ、俺のが一番手前。1個ないぞ。でも1個ない。頼む。1個ない。行ってるやろ。行ってても奥や。やろ。俺も行ってるんかな。奥から戻ってんの。あー、4つあるわ。あかん、4つある。あれ、アプローチめっちゃ楽しそう。あれは楽しいな。考え方が松山秀樹。あれちょっとフルショットでどこまで上がるかやりたいな。いや俺らイーグル取らなあかんねん。イーグル取らなあかんのよ。ここちょっとイーグル逃したらちょっと痛いな。確かに絶望的になってます。絶望的になってます。次出なあかんと思ったよな。寒いな。気温だいぶ下がったっすね。気温下がったから降られへんよな。どれがいいかな。全員届かず。これやりたいですね。でも意外と距離あるな。はい。どっちどっち。これが一番上げやすいか。うん。君たちあの入れなあかんからな。どんだけ上げるかしか考えてなかった。うん、多分あれやったらキャリーで終わっとったら。え、後ろでいける。それ逆。それ逆なんや。あ、逆。こうの。左足下がったらもうあっちかがいい。勘違いしちゃった。え、こう受けてるの、うん、意外と転がさなあかんじゃん、これ。多分。なあ。もう上げたいね。もうちゃうねん。上げんねん、この人は。上げる。いいよ、いいよ。上げてもらってもいいよ。その代わり入れてな。そんなもん。そんなもん。なになに。下りやの。出た、芝生だらけ。巻き棒を5、6で。はい。あれ。これはあの元々のあったやつです。それ僕のスタロン。あ、ちゃうわ。これ俺やん。それがそうっすね。あ、俺まさきのボールを拾っとったんや。あ、そういうことっす。あ、そう。集中してた。ごめん、ゾーン入ってた。関係ない。仕方がやばい。ゾーン入って。刺身ずっと回ってるやん。全然ボール飛んでけへん。ボール6で。あげに行った。あげに行った。ナイス。これ転がせへんやろ。逆に転がすのむずいんよ。ラインはバッチグーやったけど上がってスライスっすか。スライス、スライス。でも今のでラインは完璧やった。はい。入った。うま入る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 入った。うま入る入る入った。うま入る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 。うわーマジって。うわーマジってマジで。なんで入らんの逆に。マジでだっておかしいやん。入りそう。反対側にボール来てるからな。くっそ。
ガチ今どの辺落ちたっすか。エッジ越えたところへん分からん。いやでもこの辺やったと思う、うん、半分ぐらいまで来てたよ。この辺やったと思う。ナイスバーディー。うわショック今の60で。はい、あーあー惜しい。惜しかったよでも。あー最後の選手は俺か。うわこれよう寄せたな。60度で。ほいでほいでほいでおーおーおーどうなった。惜しかった。惜しかった。はい、まさや入れたな。入れました。オッケー。あかんかったか。ナイストライみんな。ナイストライ。いやガチで入った思った。まさやのやばかったで。やばかった。なんであれ入らんかったんだよ。分からん。くれたんですか。でもなんかほんまにカップをこうふーって。タッチ良かったし、あれはカップの縁キャッチするタッチやったもんな。なんならちょっと戻ってこう行くんかなと思ったけどいかなかった。うわショックやな。わざわざあの上げるっていう選択肢を切り捨てたのに。そうそうもうこれは入れなあかんと。もう転がしたな。ふわっと俺ボール落ちてみた。あと何ホールや。あと3ホール。イーグルイーグルバーディー。イーグルここむずいやあと2個取ったです。イーグルあと2個、うん、長いな。ここ長いよ。なんかどっかで見たことあるような。左全部池とか。何これ。ここのホール一人で待ってたら結構むずい。むずいっすね。これむずいっすね、うん、だからもうあの左家やったら、うん、右バンカーのまでで刻むか、はい、みたいな選択肢があるですね。かまああの細い枝打っていくかドライバーで、うん、みたいなホールですね。いやナイストライやったな。でもナイストライ惜しかったですね。58でちょっと転がし系でいた。いやちょっと浮かしてスピン入った感じの。スピンマジ完璧やったよな今。俺のは全然論外。いや惜しかった。惜しかったです。ビビるぐらい低かったけど。俺もスピン入ってた、うん、あのフェース乗りすぎて、うん、あの上がらんやつ。こう斜面あれや、うん、砲台のとここう来た。マジカツカツやった。俺サバイバーの時もさ、うん、3番ホールぐらいでそれやって。あーショートショートで、ね、もう思ったより球上がらんかった。あれでも激うまやったっすね。あれはでも上げらあれは上げられへんかって、うんうんうん、ラインがあんま良くなかったから、うんうん、今のは上げれたらいいねんけど分からんかった。54きついな今のところ。いやくそーセカンド入れるしかない。どっかでな。でもなんか起こるかもしれんすからね。そうあれそれはありえですね、うん、なんか起こしてきたメンバーやから入るかもしれんし、うん、前もだって高一郎入ったもんな。入ってたっすね。バックスピンでね、うん、バックスピンで出て次 30m ぐらいのパター入れてるから。ガチであれ 30m ぐらいだったよ。あったあった。しかもめっちゃむずい。これは3パットあるぞとかって俺ら言ってた。入れてきた。ワンパットやった。想定と2打違う。4番終わって5アンダー。めちゃくちゃなゴルフサイズ。これむずいな。16番。いやー頑張ろう。前向いて頑張るしかない。これ上げのこれむずいな。長いな。ナイスショット。はい、あざす。触れてんな。おんちゃん、声止めようやってからめっちゃ振り切り良くなったな。今はちょっとフェードも打ってみて。お、番組終わりっすね。そうや。俺がフェード打ち出す。終わるやん、もう。刺身が今ドロー打ち始めて。入れ替わりだし。低め打ってきた。よいしょ。なんか調子整え出したぞ。ちょっと先分かったんですよ。いいっすか、うん、あ、ちょっと
そう、T。あれさす。めっちゃ多い。これちょっと刺身さんのドライバー借りておきます。はい。捕まりいいからね。捕まりいい？飛ぶで。捕まりいいっすか？うん、いい。え、真ん中？めっちゃ詰まった。どこ行った？ロブショット。雲の中行った。さっきのアプローチまだ抜けてへんな。ありがとうございます。今日は間違えたね。今のは分かってました。ちょっとゴエックスやっぱ柔らかないですか。うん。そうやな。おー、超えた、うん、ナイス。オッケーオッケー。難しいね、ゴルフは。難しい。4人でやっても54そう簡単に出えへんか。いや、まだ諦めんな。次入るかもしれん。せや。まあ2人、まあ、この前サバイバーやってて、まさきサドンデス2回やったやんか、はい、サドンデスどうでした。サドンデス緊張しました。しますね。むずかったっすか。むずかったっす、はい、でもなんかその僕は多分ああいう状況がもう行くか行かんかだけなんで、うん、ああ、なんか、まあ、気楽っちゃ気楽。ずっと言ってるよなそれ、はいはい、でもなんか行くか行かんかみたいな、なんか普通のこうパワー取らなあかんみたいな方が、うん、なんか、ああ、なるほどね、はい、うん、緊張しちゃうっすね。なるほど、逆に、はい、面白かったな、なんか僕もやって、まあ負けたんですけど、はい、でもなんかそういう意味ではなんかパター、じゃんけん結構そう、あれ重要っすね。じゃんけん聞いた、パターは結構聞いた説あったね、はいはい、ウェッジはね、2人やったしな、サドンデスが、うん、あれが3人とかやったらまた変わってくるんやろうけど、見たらあかんっすね、やっぱり、うん、ついから見たらあかんのかな。いやいや見ていいやろ。もうしゃあなくない。もういやし、あれは別に普通入らんから、うん、そうそう見たところで入らんからあの長さで。じゃなんかアプローチとかこうスピン量も違うし、うんうん、打ち方でこう変わってくるから、まあ、確かにあんま関係ないんかなって。パターンもやっぱしっかり捕まえる人と、うん、それはあるけど、ね、逃がし気味の人といるでしょ。大体のラインがやっぱ見えちゃうんで。まあまあそうやな、うん、いやでもそれはまあ、まあ、じゃんけんが公平やからね。まあそうっすね。結局薬局、結局薬局、結局薬局。これ僕のスポンサーさんの口癖なんです。あ、そうなんですか。はい、あ、こう、まさき僕そこなんです。え、まさきさっき340ぐらい飛ばしてるのに今220ぐらいだもん。あ、俺それロストボールやと思ってた。ごめん。俺のドライバー扱ったからな。これはでもまさやの球が一番良さそうだ。ちょっとラフですね。まさやのどこ。あ、白旗の、あの白旗の横、こっちにありますね、ラフに。ほんま、これはでも距離行ってる方がええんちゃう。俺のそれか。フェアウェイの方が良くないですか。うっせん。マジ、まあ、まあまあ長いでこれ。あっちやろ。あっちですか。あ、でもあっちつま先上がりやな。ちょっとライがあれじゃないですか。どっちや。185あるか160。160っしょ。誰だ。はい、はい、か刺身の方かな。あ、まあ、そんなこっちもある。意外と見た目より気にならへん。こっちもあるで。構えてみ。足元高いよ。あ、ほんまやな。これ何ヤード？これで行こうか。165。7番で。誰か入れてくれこれ。話変わってくるな、それ。だいぶ変わるっす。うまっ。うまい。飛んで。飛んで。ギャオ。あー。あー、飛んで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 。8で行きます。 8? はい、 8? おかしい人アゲンストっすからね、皆さん。もう手前から転がしや。8でどういうこと。意味わからんすね。ロフト立てんじゃん。
池もあるよ。あ、バンカー、バンク、バンク車、166バンク車分からんな。6番で。6番、はい。これはうまい、もうちょい、バカうまいぞこれ。これなんか飛んでない、ナイスちゃう、でかいかな、どうなんやろ。いや、あれ多分な、奥の段やと思うね。あー、ナイス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 、これはうまかったよ。ありがとうございます。7でいきます。7で、ちょっと強めの球が届かん。お、いい音、これめっちゃ。復活すんな、もういいキック。あ、おー、いい感じかな。いい感じかも。ナイス、ナイス。どっちかいいやろ。あざっす。寒なってきたっすけど。そんな寒いっす、ね、いろいろ寒なってきたっすけど。いや、これ、まあ、とりあえずバーディーは絶対取りたいですね。バーディー絶対取って、はい、最終ホール結構ね、チャンスのロングなんですよ、はい、だから、まあ、次のミドルで、はい、まあ、どこまでいけるかっす。次のミドルでもなんかショートカットちょっと狙える系のところない。おー、大好きやん、大好きやん。大好きなやつ、滋賀の人たちが大好きなやつ。でもなんかね、皆さん2人、まあ、昔から、多分結構昔からの、ね、仲なんですよね、はい、でなんかそのこの2人が育ったゴルフ場があるらしいんですよ、滋賀に。そうなんですよ。でなんか今回そこはちょっとそのもう雪がやばいんで、あのすごい山奥なんで、だからまあ今回はちょっと断念したんですけど、ちょっとまた夏ね、ちょっとぜひそこにお邪魔して、はい、まあ、この、まあ、直ドラ兄弟言われてるぐらいなんで。直ドラ兄弟初めて聞いた。でももう、え、今日1回も売ってないな。今日売ってないです、売ってないですね。だから1回なんかそこ行ってこう2人がどういう環境で育ったのかちょっと見てみたいんで、はい、またちょっとお願いしますね。はい、お願いします。お願いします。これはボンちゃんのボールだな。これ、ええやん。ええやん。俺、7でええやん、B やん、C やん。ええやん、B やん、C やん。でも、あれを梶村さんがボソッと言ってんのが結構おもろかった。ね、梶村さん、あんな言うタイプなんや。そうっすね。僕もあれ見て、え、言うんやと思って。まさきすごいやん、これ。キャリー惜しかったな。キャリーどこっすか、ここ。ええとこ落ちてるん。俺かな、ライン的に。そうっすね。絶対そっちの方がいいっす。拾います。え、拾う？これ誰？それ俺。こっちから上りフック。あ、きつないですか、ちょっとフックが。今日でもあんまさ、フックやってなくない？確かに。それでか、俺入らへん。これ、下りスライス。で、これはショートせえへんな。うん、こっちで行こうか。確かに、今日ずっとスライスな気するっすね。今日結構スライスやんな。はい。まあ、ピートダイはどっから打ってもスライスラインが残るらしいからな。いや、そんなん無理やろ。絶対無理やろ。下りスライス。下りか。まあ、あ、下りやけど。そんな。そんなに。途中なんか。これ出た、切れへんやつ。途中切れへんパターン。もうこれ多分気にせん方がいいっすよね。人の。せやな。人のラインを。よう見た。見すぎてる、さっきから。ナイスパ。え、なんで俺がいつまでそういうこと言う。ナイスバーディー言うとかなんで。バーディー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 。俺は絶対入る。切れるんや、それは。やめてほしい。やめてほしい。やめてほしい。ちょっと一旦ライン読もうかな。切れるのは切れるよな、絶対。切れると思うっす。ボンちゃん途中で切れへんかったらなんでかな。あれはもうな、もう芝のあれやと思うで、加減や思うで。え、まさに切れた。ここやから。最初に切れました。最初に切れた。曲がれ。曲がれ。来た。ナイス。来た。ナイス。ナイス。ナイス。耐えた。ある。ナイス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 。よし。よし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 。かっこええわ、チャンピオン。出ます。さすが。チャンピオン、さっきもなんか入れたもんな。チャンピオン、やっぱ勝負強いな。一
人のライン見るとちょっとわからんなる時もあるっすね。見ん方がいい時もあるっすね。あ、そや、今は気にしなかった。ちょっと自分で一回全部読もうと思って。あ、はい、人の見過ぎてたということね。打ち方が違うんでしょうね。まあ、それは絶対あると思う、はい、人の参考にするより自分が一番うまいと。うん、まあ、そんな感じになりました。発言がね、発言がそうなりました。すいません、調子ありました。大丈夫です。調子には乗ってなかったんで大丈夫です。ということで、まあね、はい、2ホール終わりまして、15、16と終わりまして、まあ、バーディーバーディーということで、未だちょっとね、2打、はい、ちょっとね、届いてない感じですね。最終、このミドルロングで。そうやね、何か、まあ、ドラマを起こせたらいけるんじゃないかということで、はい、また次回の動画で皆さんお会いしましょう。最終回絶対見てくださいということで、では気合い入れていきますか。あと2ホール、はい、いきます。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。